お台場 TV、ワッチミー TV をご覧の皆さん、こんばんは、寺岡千尋です。毎週金曜日、この時間は、お台場レインボーステーションの時間ですよ。はーい。さてさて、今週のメンバーは、はい、第15期シーサイドイメージガールの福本ひかるです。同じく、ワニカワマリです。はい、そして今日のメインは、ちいちゃんだよ、キラキラありがとうそれでは、ひかる、本日のラインナップ、元気よくお願いします。午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、15期の秘密のお部屋、そしてシーサイドお台バトルと続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティは高田真理子さんがお送りします。最後はエンターテインメント情報。今週は本日公開の映画クーパー家の晩餐会と明日公開の映画 X ミッションをご紹介します。今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それではここで本番に向けての意気込みを、光るまりちゃんお願いします。元気よく頑張ります。初めてのラジオですが噛まないように頑張ります。はい、それではお台場レインボーステーションスタートです。ワニワニ、お、はい、お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、寺岡千尋です。第15期シーサイドイメージガールの福本ひかるです。ワニカワマリです。なんと今日は私がメインパーソナリティを務めます。そしてそして時のワニカワマリちゃん、なんとラジオ初登場、パンパカパーン、早速なんですけども自己紹介をサクッとお願いします。はい、食べることミュージカルが大好きの21歳ワニカワマリです。ほうほうほう、名字が珍しいのでワニちゃんと呼ばれています。ワニって漢字は20画あるんですよ。一文字だけで、はい、わお趣味は初めに言った食べることで、ナッツ以外はご飯系何でも大好きです。おお、じゃあ食べ物ネタは全部ワニちゃんに振ればいいのかな。あ、お任せください。はいはい、まあその後々ね、いろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、じゃあところでその次、ひかる、何か最近あった面白い話などなどございますか。実は昨日5ヶ月遅れのバースデーサプライズをしてもらいました。何それ。はい、誕生日は7月31日で夏なんですけれども、うんうん、久しぶりに会った友達にバースデーサプライズをしてもらいました。ドカンとびっくりしました。まさかされるなんて。5ヶ月も遅れだもんね。思ってなかったんで。そっかそっか、まあでも5ヶ月遅れでもね、嬉しいものは嬉しいよね。すごい、はい、嬉しかったです。そっかそっか、じゃあそんなねそんな光る、はい、今回の番組インフォメーションを元気よくお願いしたいと思います。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお寄せください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。フジテレビラボ LLC が運営するネットテレビ局ワッチミー TV でもご覧になれます。どちらも音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、ひかるんありがとうございます。ではではここで1曲お届けしたいと思います。最近ドハマりしている1曲のテーマでワニちゃんに選曲してもらいました。それではワニちゃん、曲紹介の方をお願いします。はい、ブロードウェイミュージカル版リトルマーメイドよりパートオブアワールドです。いきなり世界観変わりましたね。いや、なんかもうチャララララって何を紹介したらいいか分かんなくて、うんうん、ドハマりだもんね。ちょっともうミュージカルで行こうかなと、うん、まあ、キャラ的にもぴったりだと思いますがこのしかもなんでこのアリエルなのかな。アリエル、なんかミュージカルのザ定番をせっかくなら紹介したいなと思って。こういうのやったことはあるの。
いや、私はちょっとこんな可愛いのはできない。可愛いのはできない。できないかなって。そうなの。声が低いので、ちょっと憧れの意味も込めて。確かに、ワニちゃん声低いよね。ちょっとこんな可愛いアリエルなんて。でも、ハスキーボイスではないのかな。いや、これって結構ハスキーボイスって。私好きだよ。本当ですか？嬉しい。いいですね。ね、そうだよ、そうだよ。寝起きとかやばいですよ、めっちゃ。あら、なんか早速だけど、ワニちゃん喋るとき語尾に全部ワニってつけてみるだった、ね、今日そんな余裕ある？そんな余裕ないワニないワニそうかそうかこのアリエルは、なんだろう、なんて言えばいいんだろうな、そのプリンセスって言ったじゃない？そうなんですよ。でも今普段はどんなやつをやるのかな？普段は、本当それこそマニアックなんですけど、うん、なんか、それこそ低国劇場とかでやってるレミゼラブルみたいな、そういうのも全然対策ミュージカルとかもやりますし、そうなんだ。そんな、そうですね、ディズニーはちょっとないかな。憧れを込めて、あれ人魚とかできないじゃないですか、さすがに。そうだね、劇団式とかでもやってるよね。見に行きたいですね。そっか、ミュージカルとか私新鮮だな、聞かないからだからこそ、だからこそ聞きたいなとも思うけど、いやちょっとあんまりわかんないかもですよね、ミュージカル。あ、そうだね、結構ね、でもそれは人それぞれだよ、趣味は。本当ですか？うん、わからないのが趣味は多いから。私もね、あるけど、そういうのは。ぜひぜひ。そう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 。でもこれはちょっとみんなもわかるので、そうだね、カラオケとかで知らない人が行っても、なんか歌うと、おって言ってもらえるんですよ、友達にも。あれはね、そうだよね。そう、あ、これミュージカルな、みたいな。しかもプチミュージカル始まるよね、一人でね。こう自分でやっちゃうみたいな。そっかそっか。ね、てかその動画撮ってさ、見せて。まずい。でも、カラオケ出た時は、めっちゃなりきります。うん、あ、そうなんだ。セリフも、めっちゃありえる。暗くできるしね。こうやって。照明とかやる？こうやって。ぜひね、そんなワニちゃんをね、今後ね、ここじゃなくても、番組とかでも、お台場のイメージガールを通してね、そのミュージカルワニワニをね、はい、見れることを、ちょっと皆さん、交互期待ですよ。頑張ります。今ちょっと緊張してるんで。本当どんどんあんま振らない方がいい。まあ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 、慣れて、はい、どんどん皆さんのコメントもどんどん読んでいきたいと思うので、今日は初登場のねワニちゃんがいるので、ぜひぜひいっぱい、まあかわいそうにならない程度に質問詰めしてあげてください。やばい、緊張が。ハートビューマットピカピカピカール、あ、いい声、いい声だね、いい声。これ眠るときに聞きたいね。あ、確かにいいと思います。ミュージカルソングってえ、近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。2月21日虹の下水道館で人形劇僕と父さんの休日バイ瞳座が開催です。2月27日、28日、メガウェブでファンカートライド、キッズカート体験教室が開催です。3月4日、東京カルチャーカルチャーで、集まれ野球ファン交流戦第9戦、シーズン開幕直前祭2016が開催です。気になるイベントがありましたら、ぜひぜひ足を運んでみてくださいね。さて、続いてはこのコーナー。次のコーナーは15期シーサイドイメージガールに質問します。サクサクぽよく答えてね。はい、今日はもうワニちゃん一人なのでいいですか？準備は OK？ はいはい。それでは第1問目、チャームポイントは目力です。キラン。じゃあ何系女子？街中で突然歌う系女子です。続いて何フェチ？声フェチです。お、次、座右の銘は？意味のないことなんてないです。おお、ではでは最後に15期シーサイドイメージガールになっての意気込みを。初めてのことばかりで緊張することばかりなんですが、その新しい環境の中で自分をどう発揮できるかを試行錯誤したいと思います。真面目か。素晴らしいですね。じゃあちょっとね、私たちね、2人なんか何個かね、気になるところはあったよね。あります、あります。街中で突然歌う系女子って何ですか？いわばミュージカル女子と呼んでいいのこれ？ミュージカル女子。お、ありがたい、嬉しいです。光栄です。え、本当になんていうの？突然？突然。紙袋持って、あーとかいらしちゃう感じ。あ、もう、本当にやっちゃいます。リアルそれ。あ、そうなんだ。人とか、ね、見られたりしないんですか？
なんかそれがさすがに恥ずかしくて、だよね、もうタイミングよくで息を吸い込んだ瞬間とかに通り過ぎる おじさまとかいらっしゃるんですよ。だから、うん、私なんでもないですみたいな顔して、そうですね、ここ日本よって思うんですよ。うんうん。あとね、もう一個気になったのがね、やっぱほら声って、うん、じゃん。やっぱその全部このさ、ミュージカルもそうだけどさ、声に通じてるのかなと思う、そこ繋がってるのかなって思ったんだけど、まあ具体的にどういった声にキュンときちゃうのかな？もうとにかく低い声の人が好きです。もう本当に低い声。低い声。自分の声が低いので、なんか自分より高い声の男の人に会っちゃうと、うん、あってちょっと傷つくので。あ、そうなの？そんなじゃもう日常いっぱい傷ついてるじゃん。大丈夫？メンタル大丈夫？メンタル大丈夫なはずです。あ、そうなんだ、そうなんだ。あとなんか気になったとこある？ヒカル。いや、意味のないことなんてないって座右の銘かっこいいですね。確かに。これは。どこからそれは、うん、どっから。え、なんかこれは自分がなんか出たミュージカルの作品のセリフだったんですよ。最初、もともとは。うん。いや、でもなんか、いい言葉じゃないですか。まあ確かに確かに。うん。そうそう、一個聞き忘れた、はい。そのさ、ミュージカル女子のね、私略しちゃってミュージカル女子って言ってるけどね。はい。歌うのもやっぱミュージカル作品の歌なのかな。あ、そうですね。あ、そうなんだ、はい。じゃあ本当に J-POP って聞かないの？いや、むしろ友達とカラオケに行って、そこで私はどんどん新しいジャンルを知るって感じ。うん、おじゃあ本当に最近の曲とか CM ソングとかも疎いのかな？あやふいかも。あ、そうなんだ。あ、じゃあ本当に周りの子いなかったらもうただのミュージカルしかわからないみたいになっちゃうの？なんか紅白歌合戦、はいはい、あれで1年の流行りの帳尻を合わせるんです。すごいダイジェストだよね。ダイジェスト。最高ですね。今年はこれが流行ったんだなっていうのをそこで知るみたいな。そうなんだ。それはもうちょっとJ-POP も触れるべきだね。そうです。いろんな子をもっと知りたいと思います。はい。まあね、これだけじゃまだまだワニちゃんをね、解析できないと思うので、今回はこれぐらいしか聞けないかもしれませんが、まあどんどんね、この2人でも、皆さんからでも、ワニちゃんを徹底的に掘り下げていきたいなと思っております。お願いします。はい。それでは次回もお楽しみに。続いては、このコーナー。始まりました、シーサイドお題バトル。このコーナーは毎回違うお題で15期シーサイドイメージガールにお題場のプレゼンバトルをしてもらいます。はい。採点は3項目を5段階評価で判定します。その3項目とは、1、お台場に関する知識力、2、リスナーに伝える表現力、3、イメージガールとしてのお台場愛です。この3つを絶対に入れてアピールしてくださいね。はい。で、この採点は、まあ私の独断と偏見で勝手にやらせていただきますので、覚悟をし。よろしくお願いします。お願いします、はい。それではですね、早速、今回のお題といきたいところなんですけども、今回のお題は、マラソンです。はい。28日に東京マラソン、ファミリーラン2016、うん、3月6日にホワイトリボンランと、迫っているので、はい、このお台場のね、マラソンという、まあマラソンコースでも何でもいいですけども含め、まあおすすめしてほしいなと思います。はい、いいですか？あ、ドキドキ。アピールの仕方は自由ですがまあ私の心をつかむアピールをしてくださいね。はい、準備はいいですか？はい、はい、まずはヒカルンから。はい、いきますよ。じゃあヒカルンからレッツバトル。はい。お台場のランニングコースは海沿いを走ることができる都内唯一の場所なんです。7キロコースと5キロコースがありますが、今回は7キロコースをアルプス一万尺の替え歌で紹介したいと思います。はい。マーリンハウスから白い砂浜盛り抜けて台場公園前で折り返し、走って会場をバス乗り場で給水、潮風公園南国の道、冬の科学館、あとは来た道を戻ればゴールです。以上です。カンカンカン、素晴らしい。はいはい、採点お願いします。はい、いや、それではもうあれですよ、休む暇ないですかね、ワニちゃんは。続いてワニちゃんもですよ。はい、準備はいい？じゃあワニちゃん、はい、じゃあレッツバトル。こちら有明お台場エリアから中継でワニワニっ子がお送りしたいと思います。あ、向こうから白い T シャツをいっぱい着た人が走ってまいります。何でしょうか？インタビューしたいと思います。こちら何なんですか？世界では1日800人の女性が妊娠、出会い、出産、中絶が原因で命を落としている、皆さんご存知でしたか？それを現実に知ってもらうためにホワイトリボンというものがございます。それを、世に知らせるためにホワイトリボンランが3月6日日曜日に有明お台場エリアで行われます。なるほど。
私もぜひ走ってみたいですね。以上、中継ワニワニ子でした。カン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 。自分の名前を生かしてワニワニ子としましたか。めっちゃ噛みました。そうね、そう、まあ、それを最低に生きるかどうかですね。それでは判定に移りたいと思います。はい、タカ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 タ。ヒカルン、はい、知識力4点、表現力4点、お台場愛3点、合計11点。お、そしてワニワニ子、知識力4点、表現力2点、お台場愛2点、合計8点ということで、ヒカルンの勝ち。 ありがとうございます。いやー、噛みすぎだぞこの野郎。最初に噛まないって言っときながら。そうだよ、せっかくワニワニ子というさ、自分のキャラを見出したのに。そうですね、なんてもったいないことを。ワニワニ子は生かしつつ、うん、これからも、そうね、これからも違うワニワニ子が見たいと思います。はい、はい、それでは皆さんも2人のプレゼンを参考にお台場を楽しんでみてください。はい、さてこの後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週は幸田真理子さんがお送りします。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ここで一曲お聴きください。3月9日発売のシングル、アイコでもっと。
お台場レインボーステーションを聞きの皆さん、こんばんは。そうですね、もしかしたらこうアーカイブを朝聞かれる方もいらっしゃるかもしれないので、おはようございます。昼聞かれる方もいらっしゃると思うので、こんにちは。もうそして世界で聞いてくださる方もいらっしゃると思うので、ハロー。他できない他できない。高田真理子です。1ヶ月のご無沙汰でございます。今日もですね、わずかの時間ではございますが、お相手よろしくお願いします。たくさんね、お便り、そしてファックス、メールいただいております。ガンガンご紹介してまいりましょう。こんばんは、ツーです。ということでいただいております。ツーさん、ありがとう。お台場のスタジオで公開放送していると思ったら違ったのですね。そうなのです。少し前までね、お台場のね、デッキのサテライトでこう公開生放送させていただいていたんですけれども、今はですね、なんと違うところでやってますおはがきいただいております。愛知県あゆみさん、ありがとうございます。そういや今年はうるう年だっけか。ってことは1日多く働かにゃならん。え、そうなの？違うくない？1日分減る。あ、違う、1日分減るから他のところで1日分多く働くっていうこと？あれ違う？あれ違う？うん、よくわからないけどうるう年なんだね一日多いんだ。うるう年は4年に1回29日があるんだ。今、スタジオのみんなが、違う、違う、違うってなんかジェスチャーをやってくれたんだけど、全然わかんなくって。ごめんなさい、失礼いたしました。そしてなんと、ファックスを送ってくださった方がいます。どうもありがとうございます。すごい可愛い、おきぬちゃんのイラストを描いてくれています。おきぬちゃんっていうのは、私が以前やらせていただいていたゴーストスイーパー三上というアニメに出てくる幽霊の女の子です。福井、それは寂しい。はじめまして。レディオネームは、ビクトル・ハラモ・ユートルガナと申す者です。ビクトル・ハラさんって、どなたですかね？ありがとうございます。結構前から聞いてるけど、欠かさずってほどでもない幽霊リスナー、月に一度しかないのに欠かせてどうするみたいなところがございますけどね。うちのファックスがそろそろ寿命を迎えそうな感じなので、ここらで記念投稿。どうですか？ファックスさんはご存命ですか？大丈夫ですか？ね。ありがとうございました。ちなみに、ゴーストスイーパー三上、マリコさん覚えておられますか？思い出話など教えてください。ということでいただいておりますが、そうですね、おきぬちゃんのセリフで、台本に、バカ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 、だったんです。で、私はその頃まだすごく若くって、台本は一字一句読まなきゃいけないと思ってたので、バカの回数を数えて、でこう一生懸命スクリーンを見て、おきぬちゃんの口パクに合わせてバカ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 、数合わないよみたいなですごい悩んでたら、演出さんに、数合わなくていいからって言われたそんな思い出がありますよ。さあ、そしてもう一枚ファックスいただいております。この方は千葉県柏市のラジオネーム、茜色の夕暮れさんです。あら、素敵なラジオネームですね。ありがとうございます。初ファックスですということで、2月8日にギタリストの松原さんが、お空に旅立たれたということをニュースサイトで知りました。マリネの曲に参加されていたギタリストさんじゃなかったかなと思って、家にあるマリネのアルバムのブックレットを見てみました。そしたらホライズンとどうしようにその名前を見つけました。ということでね、参加されている中に松原美樹さんや、今本雅樹さんも見て、ちょっぴり自信のない中ブックレットを見ていました。あ、松原美樹さん、岩本雅樹さんね、松原雅樹さん、うん、いろいろご縁のある皆さんで、本当にお世話になって可愛がっていただいてね、美樹さんも今お空にいるので、ちょっと二人で音楽を楽しんでいるかもしれません。一度だけね、一緒に歌入れをしたことがあって、すごく優しい音を奏でてくれる方でしたよね。でも魂がお空に行っても作品がこの世に残ってるってすごい素敵だなって私は思っています。そしてそれを残してくれたことにとても感謝しているんです。さあ、今週もですね、今週じゃないわ、今月よ、この番組月1だからね。まあ、今月もじゃなくて、今ですね、皆さん少しユーストリームの調子があまり良くなくって、
申し訳ありません、なんかちょっとずつ止まっちゃったりなんかしてて、まあこう映ってる側とすると変顔のところで止まらないでねみたいなところ気持ちがあるんですけれども、変顔でもし止まったら、もしね明日スタッフさんがアーカイブを上げてくれるから、きっと上げてくれるから、もう一度本当の私を見てまあ変顔の私も私なんですけれどもね、まあ可能な方はね、コミュニティ FM もしくはサイマルラジオなどで聞いていただけたらとっても嬉しいです。それではここでこの曲をお届けします。リクエストたくさんいただきました、どうもありがとうございます。おっとどっこい高幸くん、心の矢印をリクエストしてくれました。可愛らしい歌詞がバレンタインのこの時期にぴったり、どうもありがとう。千代田区の秋葉まどかさんはハッピーハッピーハッピーをリクエストしてくれました。マリネの公式ファンクラブハッピーハッピーハッピーも20年、きっと優しくなれる、強くなれる、この曲を聴きながら今でも自分に言い聞かせています。20年経っても色褪せない名曲ですよね。そんなに経つ？あの歌歌い始めてから。私の魂がお空に行ってもハッピーハッピーハッピーが残るからいいです京都市のエリモさん、風が止まらないが聞きたいですということでいただいております、ありがとうございます。山梨の上野ゆうき、宮城戦隊花レンジャー、心優しき戦士たちをリクエストしてくれています。海坊主くん、ありがとう。年明けから呪われてるみたいな災難ばかり、この歌で元気を出せたらいいなということで、愛と勇気の剣謀書をリクエストしてくれています、どうもありがとう。でみんなのお便りを読んで、これを聞いたらみんなが一番元気になるかなというのを選んでみました。かよちゃん、ありがとうございます。あ、本名を読んじゃった。本名だけ、本名でいきます。かよちゃん、ありがとうございます。勇気がもらえるこの曲をということでお届けしましょう。私の You are my special から明日の糧。君のふるさとを救え、ふるさとレンジャー。どうぞ。もうこの時点でものすごい押してるんですけれども、ふるさとレンジャーいっぱい来てるのでガンガンご紹介していきたいと思います。草田さん、どうもありがとう。私以前音色鉛筆12色というアルバムでですね、ゾウの花子ちゃん、かわいそうなゾウのゾウの花子ちゃん、上野動物園の戦争の時にたくさんの動物が殺されてしまったんですけれども、それをなんとかこう子供たちに恐怖ではなくて伝えたくて、手乗りゾウさんというお歌を歌ったんです。ゾウさんの魂がちっちゃいゾウさんになって子供たちに、子供たちの前に現れてっていう、そういう曲なんですけれども、多分それを聞いて書いてくれたのかな。草田さん、どうもありがとうございます。井の頭公園の動物園の花子ちゃんのお話をしてくれています。井の頭公園はマリコさんの第二のふるさとですかということで、そうですね、私出身養成所が井の頭公園に当時ありまして、青二塾出身なんですけれども、第二のふるさとと言われれば第二のふるさと、役者としてのふるさとと言われれば第一のふるさとでございます。その井の頭公園の花子ちゃん、この花子ちゃんはですね、かわいそうなゾウの花子ちゃんの次に上野動物園にやってきた花子ちゃんなんですね。その花子ちゃんも今年は69歳になったそうです。皆さんぜひ井の頭公園にね行って花子ちゃんに会ってみてくださいね。長生きしてほしいなね、ゾウさんたちね。っていうか、人間の都合で動物が殺されるなんてもう許せない。そのお話をまどかさんからもいただいているんですけども、ちょっとこれは切なすぎて冷静に読めないので、千代田区、秋葉まどかさん、ありがとうございます。我が千代田区の素晴らしい取り組みをご紹介します。千代田区では全国に先駆けて猫の殺処分ゼロを実現している。これ殺処分ゼロを実現しているのが全国にやはり何箇所かありまして、その中で千代田区も殺処分ゼロを実現している。これ素晴らしいです。私は犬も猫もモルモットもたくさんの動物と一緒に暮らしてきたんですけれども、もうどうしていいのか分からなくて、でも役者仲間でこういう活動してくれてる仲間たちがたくさんいて、その仲間たちのメッセージを拡散するようにしているんですけれども、ちなみに千代田区今年達成すれば5年連続です。そして明日明後日は千代田区や千代田猫祭りが開催されます。入場無料で猫ヘッドをかぶった撮影会や保護されたにゃんこの譲渡会などがあるそうです。ということでまどかさんからいただいております。千代田猫祭り、皆さんぜひチェックしてみてくださいね。西村美穂ちゃん、ありがとう。ふるさとレンジャー5分間だけの
冬の花火のことについて書きたいと思います。真冬の花火という歌を昔歌いましたけれどもね。我が市枚方市では有志の方々の企画で冬の空に5分間だけ花火が打ち上げられています。ちなみに今年は2月14日の8時頃に打ち上げられたそうですが、夜のね、全然気がつきませんでした。もったいない。そうでしたか。真冬の花火も素敵ですよね。東京でいうと東京湾の花火がちょっと懐かしく思われます。そして福岡県のワンチュママちゃん、メール間に合ったかな。間に合いましたよ。どうもありがとうございます。昨日で36歳になりましたということで、ハッピーバースデーワンチュママちゃん。それとふるさとレンジャー、私のふるさと長崎県、その長崎市内では長崎ランタンフェスティバルが開催されています。中国の旧正月ね。詳しくはホームページを見てもらったらわかるけど、ランタン、中国提灯が綺麗なんですということでいただきました。さあ、ラジオをお聞きの皆さんには、私高田真理子 You are my special から明日の糧お届けしました。そしてパソコンで聞いてくださっている皆さんにはふるさとレンジャーをお届けしておりました。ふるさとレンジャー、あなたのふるさとを救えということで、ふるさと自慢お待ちしております。おっとどっこい高幸さん、そして上野由紀さんから、他たくさんの皆さんからいただいておりました。続いてのコーナーはこちらです。マリコどうも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 、自分でディレイしてみた。どうもの最初はお堀の磯吉のコーナーでございます。まずは磯吉さんだから、磯吉さんのコーナーね。酒井さんが人間の勝手でそんな時代がもう来ませんようにってね、ツイッター書いてくれてます。本当だよね。目をつむったところで止まっても可愛いです。そう言ってくれるのは君だけだよ。うん、磯吉さんです。今井浜にて露天風呂、空に浮かぶはオリオン座。寒、冬やん。ね、磯吉さんありがとうございました。そうか、今度は夏の星座を見ながらね、露天風呂入れたらいいですね。でも雪の中の露天風呂とかも最高なんですけどね。あ、でも冬は夜空が美しいからそれも素敵ですね。ありがとうございました。兵庫県としみちゃん、ありがとう。久々のなんでやねん川柳です。俳優を役で覚える我が旦那、俳優を役で覚える我が旦那、ドラマは勘兵衛さんだけ見てた旦那。ということは岡田くんを、あ、勘兵衛さん、勘兵衛さんって言ってたんですかね。岡田くんって V6 の岡田さんなのに勘兵衛さんなんですね。でもわかります。私もあの朝が来たに出てくる五代様を、あ、ディーンさん出た、ディーンさん出たってずっと言ってます。未だにそうです。秋葉まどかさん、美穂ちゃん、そして上野さん、エルモさん、おっとどこさん、他たくさんの皆さんからお堀の磯吉いただいております。どうもありがとうございました。さあ、マリコどうもふつおたのコーナーでございますよ。東京都のかっちゃん、ありがとうございます。この間マリネちゃんが戦う夢をよく見るとおっしゃっていましたが、夢占い的には誰かと喧嘩しているというような意味よりも、現実世界で奮闘して頑張っていることを暗示している時が多く、やる気や勇気が高まっている時だそうですということでいただいております。どうもありがとうございました。あのね、誰かを守って戦ってるのよ。私は守られたいの、守られてる夢を見たいのに守ってる夢しか見られないっていう、この切ない気持ちをお話ししたんですけれども、ちなみに守ってる相手と絆が深まるっていう意味合いもあったり、あとその大切なものがあなたにはあるんですねっていう意味合いであったり、そして私自身が助けを求めているという意味合いもあるそうですよ。じゃあまた見たらみんなにヘルプって言います。ヘルプミーって言います。ありがとうございました。宮城県アルファちゃん、ありがとう。マリネこんばんは。こんばんは。来週の金曜日、娘の授業参観で2分の1成人式があります。そんなものがあるんですね。2分の1成人式ということは10ちゃい。かわいい。そうですか。初めて会った時はあれ6歳くらいなのかね。もっと小さかったのかな。何年ぶりぐらいなの。去年私の母が還暦を迎えたこともあり、一緒に写真撮影をして写真が出来上がってきましたということで、家族写真を送ってくださいました。ありがとうございます。ラジオ聴きの皆さん、そしてインターネットで見てくれてる皆さん、家族写真って最近撮りましたか。小田
家はですね、姉がものすごい写真嫌いで絶対写真撮らせてくれないんですよ。でもなんか家族写真撮りたいなってちょっと思ってます。昔ながらのね、こう写真屋さんに行ってこうカシャっていうのをやりたいです。今ね、子供はね、こうスタジオアリスさんとかいろいろたくさんこう子供を可愛く撮ってくれるところがあるんですけどね、大人を可愛く撮ってくれるところもあったらいいな。別に可愛くなくてもいいんですけど、大阪府高槻市の、あ、おめでとうございました、アルファちゃん、どうもありがとう。大阪府高槻市、佐藤陽介さん、いつもありがとうございます。マリネ、最近イヤホーと思うニュースがありました。ブラックホール発見。少しだけ21エモンに近づいたのが嬉しいです。嬉しいんや、近づいたのが嬉しいんや、好きなんや21エモン。陽介ちゃん、ありがとうございました。マリネはイヤホーとは言わないらしいですが、ありましたか。違う、イヤホーってこれあれでしょ、私が以前こうイメージで見られていて取材を受けた時に、あ、おはようございます、幸田真理子です、よろしくお願いいたしますって言って取材を受けてるのに、原稿に上がってきた時に、本になった時に、ヤッホー元気してる、幸田真理子ですって書いてあることを、こんなこと言ってないって言ったやつやろ。言うよ、ヤッホーって普段はな。ありがとうございました。神奈川県しまちゃん。しまちゃんもですね、娘さんが頑張っている様子、そしてお母さんが頑張っている様子、そしてしまちゃんがもがいて頑張っている様子を送ってくださっております。どうもありがとうございました。ちょっと体の、おむつを出してしまったんですかね。お大事してくださいね。インフルエンザではなかったです。ということでいただいております。どうもありがとう。そしてハッピーハッピーハッピーのツイキャスのご感想を、ねのさん、まどかさん、どうぞのさん、みほちゃん、皆さんたくさんいただきました。どうもありがとうございました。マリコどうも、このコーナーではあなたのふつおたをお待ちしております。続いてのコーナーはこちらです。東京タワーに叫べ叫べ叫べ。なんて叫ぶコーナーいっぱい作ったかな。声枯れるっちゅうねん、本当に。いいのです。熱き魂をあなたの代わりに私、幸田真理子が叫びます。じゃじゃーん、としみちゃん、髪型っていないやいつもはかっこいい V6 の岡田さんが変な頭になってました。ちょっと待って、でもすごいわかる。女の子って前髪が大事だったりしない、だったりしない。こう中学の時とか前髪うまくできないと、もう今日かっこいい、住みたいとか思ったりしませんでしたか。男性は最近は、でも男性の方もそうなのかしら。こう最近だ、若い男の子がこう髪型、前髪にこんもりしてる人多いじゃないですか。リーゼントじゃないよ、本当に。みんな今結構年配の方は笑ってました。さあ、としみちゃん、どうもありがとうございました。まどかくん、どうもありがとう。異常なし、よかった。最近体調があまり芳しくなく、MRI を取ってきました。結果異常なし、よかった、安心して叫べます。予防さんして私も安心しましたよ。さ、そしてこちらも検査を受けた、おっとどっこい高幸さん。MRI ってガン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 うるちゃーい。そうやね、あれうるさいけど一応ヘッドホンしてくれて音楽流れてるんだけどさ、音楽もうるさい、どっちかにしてって思って結局ってもらったりするんですけどね。そして北風太郎さん、香川県からいただきました、ありがとうございます。来週で42歳になります。今年こそマリネさんと会いたいぞー。香川やもん、香川だもんね。ちょっと四国行けるように頑張るから、ちょっと待ってて、待っててね、香川からね。北風太郎さん、どうもありがとうございます。これ春になったら春風太郎にしたらええじゃん。いやいや、昔から北風太郎さんやったな。どうもありがとうございました。東京タワーに叫びのコーナーでした。続いてはですね、先月ご紹介できなかったこちらをご紹介したいと思います。僕の私の決定だ。大阪府枚方市の西村美穂さん、ありがとうございます。お待たせしました。私は私よ。私のやり方で、私のやりたいようにやる。アニメ、ルパン三世イタリアンゲームのレベッカ・ロッセリーニのセリフだそうです。アニメのセリフで決定だというのはどうかなと思ったのですが、そんなことないよ。アニメーションってすごい、やっぱ人生に影響を受けるので、私も受けて育ってきたので、もう決定だ、バッチリです。なぜ、私はわざわざ生きにくい生き方を選択したのか、改めて、思い出した一言です。正確に言えば、マリネーに何がしたいの?と言われたのがきっかけなんですけど、そうね、みほちゃんが悩んでる時に、みほちゃんは何がしたい?みほちゃんが一番大切してるものは何?って私が問いかけたんだよね。西村みほは西村みほであって、他の何者でもない。だから、私は私。誰に何を言われようとも、どこで生きていこうとも、
私の思いを貫き通す。それが正しいのか間違っているのか、今の私には正直わからないけど、でもね、マリネ、やらないで後悔するなら、やって後悔する方がきっと私らしい生き方だと思うから。だから私は私のやり方で生きていく。これからも人生が終わるその日まで。ありがとうございます。すっごいよくわかります。やらないで後悔するならやって後悔する方がいいです。私もその口です。もう大好きって思ったら、もう言わないで黙ってるより好きって言って振られた方がいいと思って結構振られてきました。まあ、美穂ちゃんは恋愛のお話とはちょっと違うんですけれども、あったかいあったかい熱い美穂ちゃんの思いを伝えてくれました。僕の私の決定だ、あなたの人生を変えた言葉、出来事、歌などお待ちしております。さあ、そろそろお別れの時間になりました。2月、今月の23日は甲田真理子、南香織のブーム GM ニコ生でございます。今月は19時30分から、いつもより30分後ろから始まりますので、皆さん、ご注意くださいませね。生で見られないわっていうあなたは、タイムシフト。え、なんで見られないの？お仕事。わかる、私も仕事でね、タイムシフトでしか見られないの。一緒に見ましょうね。そして次回のレインボービームは、3月の18日の金曜日。毎月第3金曜日だからね。3月の18日は、私の姉の誕生日。すいません、関係のない情報でした。そして3月の14日は、ハッピーハッピーハッピーでのツイキャス、会員限定ツイキャスがございまして、勝手に、甲田真理子の GM をやっちゃいますので、会員の皆さんは、会員サイトご覧くださいませね。番組では皆さんからのメールファックスリクエストお待ちしております。宛先です。郵便番号 135-0064、東京都江東区青海 2-7-4、雑草法1202、お台場テレビ、甲田真理子のレインボービーム、それぞれのコーナーまでです。ファックスは、東京03-6457-1462。メールアドレスは ors@odaibatv.jp です。こんな風に言われてもわかんないよ。出てます出てます。インターネットでご覧の皆さん、スタッフが上に出してくれています。ラジオでお聞きの皆さん、私のブログをチェックしてみてくださいね。あっぱれ日替わり定食、もしくは甲田真理子で検索していただくと出てくると思います。それでは最後にマイフェイバリット、もう一通ご紹介いたします。大阪府のみほちゃん、どうもありがとう。マリネ、来月の3月13日は日曜日、つまりは合言葉はピーメイツの日でございます。というわけで、今月のレインボービームのマイフェイバリットにはこの曲をリクエストします、ということでいただきました。さあ、元気がない、なんとかしてくれっていうお便りが、今月、来月は元気になりましょうね、多かったのでこの曲をお届けしたいと思います。最後まで聞いてくれてどうもありがとう。お相手は私、甲田真理子でした。甲田真理子でツインメモリーズ。
お台場レインボーステーション楽しんでいただいていますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。はい、本日のエンターテインメントコーナーは私福本ひかるが映画を2本ご紹介いたします。笑いと涙の家族のお話、クーパー家の晩餐会とエクストリームスポーツのスーパーアクション満載 X ミッションです。それではクーパー家の晩餐会から紹介していきます。突然ですが皆さんは去年のクリスマスは何をして過ごしましたか？もう私はね、あ、撮影してたな。おー私渋谷でご飯食べてた。おーいいですね。私は家族と過ごしてました。はい、きっと家族と一緒に過ごされた方も多いと思います。今回ご紹介する映画クーパー家の晩餐会の舞台となるクーパー家では毎年クリスマスに一族が集まって晩餐会をします。しかし今年の晩餐会はいつもと違います。それぞれが秘密を抱え美味しい食事とともにたくさんの嘘が繰り広げられていきます。シャーロットとサムの夫婦は40年の幸せな結婚生活に終止符を打つことを決意します。しかし子供たちには最後の一家団らんをと晩餐会が終わるまでは内緒にすることにします。一方シャーロットの妹エマは仲の良くない姉へのプレゼントにお金を払いたくなくてついブローチを口に入れ盗んで警察に連れて行かれます。またシャーロットの娘エレノアは結婚相手を連れてきますがそれは何事にも完璧を求める母を安心させかつ不倫をごまかすために空港で出会ったばかりの男でした。そんな家族の嘘を知るのはクーパー家の愛犬ラグス。そしてデザートの前には最悪のアクシデントが起こってしまいます。それぞれの笑顔に隠された真実とは何でしょう。ハラハラドキドキの晩餐会の結末はどうなるのでしょうか。アイアムサムで有名なジェシー・ネルソン監督のもとアカデミー賞受賞のダイアン・キートン、レ・ミゼラブルのアマンダ・セーフライドほか豪華キャストによりクーパー家とそれを取り巻く人々がどの登場人物の立場に立っても共感できるように生き生きと描かれています。ハプニングあり笑いあり愛とユーモアたっぷりで目の前の幸せを気づかせてくれる感動作です。そしてなんとクーパー家の愛犬ラグスを演じた犬のボルトは大阪の動物公園で生まれたそうです。また出演者たちもつい食べ過ぎたというシェフ三つ星フードトラック始めましたのフードスタイリストによる絶品料理にもご注目ください。果たして4世代11人と1匹クーパー家の今年の晩餐会はどうなるのでしょうか。クーパー家の晩餐会は本日2月19日より東宝シネマズシャンテほか全国順次公開です。続いてご紹介するのはワイルドスピードの撮影監督エリクソン・コアの最新作前代未聞のマジガチアクション映画 X ミッションです。さてこのアクション映画では史上初の試みがなされました。皆さんは何だと思いますか？もう当てずっぽでいい？はい、ワイヤーなしとか。おー結構まあ、スタントマンなしとか。あ、結構いい線いってます。はい、実はこの作品は実力派俳優たちだけでなく、世界トップクラスの超一流アスリートたちも参加しているんです。そしてなんと息を飲むほどの危険なマジガチスタントを映画史上初 CG を一切使わずに実現させたのです。全てを飲み込むような大波に乗るサーフィン、時速230キロにも及ぶ超高速で空を飛ぶウィングスーツフライング、垂直にも近い超絶壁を滑走するスノーボードや、高くそびえる崖から崖バイクで飛び移ったり、ものすごい勢いで流れる滝から真っ逆さまに落ちたり、スリリングで大迫力命がけのアクションシーンに度肝を抜かれること間違いなしです。物語は FBI 捜査官が犯罪者集団のエクストリームスポーツチームに決死の潜入捜査をするという極限のミッションで、伝説のカリスマ映画ハートブルーが原案です。被害はダイヤモンド1000万カラット相当。しかし、エクストリームスポーツ犯罪者集団の目的は、強盗やお金ではなく、大自然での8つのミッション、不可能への挑戦でした。若き FBI の捜査官、ジョニー・ユタはアスリートで、度胸と才能により、エクストリームチームへの潜入に成功します。しかしながら、彼らと共に生と死を分かつほどの危険を乗り越えていくうちに、彼らの究極の信念に惹かれていきます。ユタは FBI 捜査官としての任務を果たすことができるのでしょうか。この作品はハリウッド大作では異例の4大陸11カ国が舞台となっています。草原とそびえ立つスイスのバレンタインシュタットベネ、世界最大の高さを誇るベネズエラのエンジェルフォール、どこまでも広がる大草原やブルーに輝く大海原など、大自然の自然絶景と男たちの熱い友情に心を奪われる作品です。
主人公ユタの運命は、そしてエクストリームスポーツ犯罪者集団の本当の目的とは何でしょうか。史上最もガチなアクション映画 X ミッションは明日2月20日より新宿ピカデリー他で全国ロードショーです。ぜひご覧ください。はい、ありがとうございました。はい、よくできました。ちょっと緊張。はい、さて番組もそろそろエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションをワニちゃんにお願いします。はい、各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-6457-1462、東京03-6457-1462へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でも聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。ありがとうございます。あれですね、ちょっと一個だけ振りたい話が、はい、ひな祭りもうすぐじゃないですか。ああ、2月終わりますね。そうですよ、気づけばもう2月って一番短いんだから。ブルー年ですけど、そうそうそう、飾ったも飾ってるのか、飾れるのかな、この時期だと。あ、この週末に飾ります、私。お、早い。そうなんだ、しかも素晴らしい。めんどくさがらないでちゃんと飾れるんだね。なんかもういつまでいるかわからないからみたいな。やだ。そうだね、娘としてはね。なるほど、さっきゆるられちょっと話してたけど、ひなあられ大好物の光。はい、なんか一人一袋ずつぐらい食べます。一人、3、4袋毎年ひなあられ買います。食べたことないです。信じられない、信じられない。まあね、食べてください今年は。本当本当、みんなひな祭りもうすぐだから、ね、見てください。ちょっと早いですがひな祭りの話題をしました。はい、はい、それではもうそろそろ番組を締めたいと思います。今週のお相手は第15期シーサイドイメージガールの福本ひかると、同じく蟹川麻里です。メインパーソナリティは寺岡千尋でした。それでは良い週末を。バイバイ。バイバイ。また。はい、お台場 TV ワッチミー TV をご覧の皆さんは、あともう少しだけお付き合いお願いします。はい、ワニちゃん、はい、初だったけども全体を通して何かヤバかったこれみたいなのあった？とりあえず最初に噛まないと言ったのに噛んだっていう。そうね、めちゃめちゃ噛んだよ。私がもう噛んめちゃめちゃじゃないかこの野郎って突っ込んだぐらい噛んだよね。あります。でもみんな噛むという道は通る道だ。緊張しました。みんな結構コメントでも温かいコメントいただいてるので、ちゃんとちょっと私もメインパーソナリティ初だったんで、もうせっか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 しちゃって、もっとゆっくりやればよかったかなってちょっと反省してます。後で皆さんのコメントはちゃんと大事に大事に読みます。ブログにも書きたいとね思います。思います。書きます。はい、それではじゃあこっちの方も締めたいと思います。はい、じゃあ一人ずつ名前、あ、じゃない、間違えた。それでは皆さん、バイバーイで終わりです。はい、わかりました。それでは皆さん、バイバーイ。